の家の中にいて、で流されちゃったやつ、もうその流されてるのを見てる人もいるし、それでその陽子の妹が5分前に一緒にいたんだって、それで家を出て、たまたまその知り合いがいて携帯で早く避難しな避難しなって電話で言ってたら、その時にキャーって声がして、でそれからも繋がらない、だからもう流されたんじゃないかって、うん、できればもう本当に、元気な声でね顔を見たいやんね、みんな一生懸命やで、こうやってね泥まみれでやってくれてんからね、まあできれば俺だって一緒に行って手伝いたいけどね、まあ今度町内のことも手伝わなきゃならないし、早く1時間でも1分1秒でも早く見つかってもらいたい、